皆さんこんにちは、セルベスアルと申します。本日は2022年の5月の27日、今日北海道は全域でかなり大雨になる予定ということだそうです。今日も単発休みで家にじっとしていたくないので、雨のセル散歩やっていきたいと思ってます。こういう日はですね、ご覧の通り私は天然洗車って呼んでるんですけど、大雨によって自動的に洗車されるっていうやつですね。それが狙いでございます。もうすでにもうここ家近いんですけど、すでにちょっとガラスが濡れちゃっててよくわかんないんですけど、もうこの時期はですね、虫の衝突でガビガビになるんですね、フロントガラスが。で、専用のタレを使わないとなかなか除去も難しくてですね、力仕事でもあるということで大体放置するんですけど、まあ、大雨が連続して降ってくれると、まあ、それもかなり払拭できますということで、昔から私洗車はめったにしないんですよね。天然洗車オンリーという人だったので、そういう意味ではこの雨は恵みの雨でございます。で、この車載雑談シリーズはですね、全然人気がないんですけど、個人的には撮ってて面白いし、自分で聞き直しても、まあ、4、5回は楽しめるということで、ただ今回ちょっと気をつけようと思ってるのはですね、チャプターをちょっと書いとこうかなと思います。まあ、きっと話したい話題もいくつかすでに頭に浮かんでるんですけど、まあ、結果的にね、いついつにどの話をしたかっていうのを記載するということと、まあ、記載することを念頭にある程度ちょっとカテゴリーを区切ってお話をしていきたいと思っております。今のところはちょっとプロローグの本当の雑談をちょっと話しているということですね。最近私はですね、特に単発の休みで朝早くから動きたい時ってあえて朝飯を抜くようにしてまして、起きたら、洗顔してもう歯磨きしちゃって着替えてすぐ出るとかですね。で、途中いい場所のセブンイレブンに寄ってコーヒーと朝昼飯を調達するというのが定番になりつつありましてですね、今日も一応それをやろうと思ったんですけど、まあ、起きたのがもうすでに7時だったんで、こんなに遅れてしまっているという状況でございます。今日は月形方面に針葉樹パトロールに行きたいと思ってます。ではここのところ自転車ネタが続いてるんで、自転車ネタをちょっとまずお話ししたいと思います。まあ、引き続き私はキャニオンのですね、ハードテールのカーボンのエクシード CF6 かなをずっと待ってます。で、別動画にした通りですね、納期が1ヶ月遅れまして、まあ、その後は音沙汰なしと。ただ別の欧米人サイズの L とか M とかはどんどん在庫が増えてきてて、ずっともうここのとこ在庫あり表示になってるんですよね。だから組み上げるためのパーツは一応は確保したっていうことだと思うんですけど、まあ、あとはキャニオンの、まあ、販売戦略的に、まあ、ちっこい日本人に合うようなサイズは後回しにされてると。勝手な意見としては、もうオーダー入れてあるんだから組み替えるなり、まあ、都度その制作方針というか生産方針を変えていただいてですね、オーダー入ってるやつからやっていただきたいと思ったりするんですけど、なかなか難しいみたいですね。で、先日もう1週間ぐらい経っちゃったのかな、ニセコグラベルライドっていう有名なイベントがありましてですね、ちょっとこの線路に乗りましょうか。こんなの買ってきましたね。私がメインチャンネルでこれにいろんなものを現地で取ったものを入れて食ってるんですけど、エ
ごちそうさまでした。出発いたします。ニセコグラベルというですね、まあ、文字通り北海道のニセコの林道を使ったグラベルのレース、一応レースかな、自転車の。でも皆さん基本的にはファンライドっていうかですね、楽しんで乗られているっていうような、そういう大会がいつからやってるのかちょっと分かんないんですけど、まあ、最近定期的に開催されているらしく、私もちょっと興味あって、多分ね車種問わないんですよ。まあ、最近流行りのグラベルロードであっても、マウンテンバイクであっても、ファットバイクみたいなやつであっても何でもいいみたいなんですよね。だからちょっと休みが合わなかったんで、出場も見学も行かなかったんですけど、まあ、私が行くようなのハイ林道みたいなところと比べて、やっぱりあの辺りの林道はかなり走りやすいんですよね。それをちゃんとセレクトして部分的には整備とかした上で開催してるんで、なかなかいいなと思いますね。私があのチャンネルフォローしている TKC プロダクションという関西にある自転車系の代理店さんがいらっしゃって、まあ、その方一人やってるんですけど、まあ、その方が YouTube チャンネルやっていて、私より年上の人なんですけど、全然若々しくてですね、めちゃくちゃあの自転車乗ることを趣味に現役でやられてるっていう方で、まあ、その方が YouTube で昨日、まあ、その方は毎年出てるんですよね。その模様を、公開されてましたね。なんか今年からは春と秋と2回やるっていうことで、今回の5月と9月をやるらしいんで、まあ、時間が合えば、まあ、キノコ丸かぶりですけどね、冷やかしぐらいには行きたいなと思ってます。それとほぼ同時にですね、まあ、最近あの私キャニオンジャパンのツイッターのフォローしてるんですけど、そうするとあのやったぜ買って届いたぜっていう人の、ツイートを拾ってリツイートしてくるんですよね、その公式アカウントが。その中に確かですね、北海道の方がいて、でその方もちょっとフォローしてみたらですね、まあ、日常的に北海道でグラベル走られてる方で、複数自転車持ってるとかね、あ、いるんだそういう人がと思って、北海道は知る人ぞ知るグラベル天国かと思ってたんですけど、まあ、最初に1年ぐらい前にそのニセコグラベルっていう催し物があると知ってですね、ああ知ってる人は知ってるんだと思って、で実際やってる人が見つかってですね、おお、いるんだと思って、私一度も会ったことないんですよ。まあ、同じくその林道を便利に走りたいという目的で折りたたみチャリとか使う方がいたりとかするんですよね。あと一部のその登山のところの登山口が遠すぎるからっていうことで折りたたみ自転車とか使う方いらっしゃったりするんですけど、まあ、純粋にその工程も楽しむみたいな、道具もある程度こだわってやっていくって人を初めて見つけて、ちょっと嬉しくなりました。自転車関連はそんなとこかな。あとはまあ小出しにしてるんで、小ネタはそれ以外は特にまあないかもしれないですね。じゃあ続きましてカメラネタいきましょうか。私があの愛用しておりますルミックスシリーズ、まあ、これが引き続きあの GH6 がかなり、まあ同社費好調ということで、ようやくなんか流通の在庫が回復しつつあるみたいな、そんなことらしいんですけど、ちなみにあの雨のピークは全然この先なんですよね。まだ全然パラつきムードで、10時11時ぐらいですかね、その頃からかなりやばい感じになってる。で午後はめっちゃやばいですね。うわ、めっちゃやばい。夜にかけてかなりやばいです。場合によってちょっと災害級になるかもしれないですね。まあそんな感じで、あのマイクロフォーサーズ企画の
カメラが好調ですということで、私がフォローしている熱心なルミックスユーザーはかなりもう GH6 一辺倒になってまして、で最近あの換算 18mm かな 9mm かなんかのライカの単焦点レンズが出て、めちゃくちゃそれも評判良くて追い風になってる感じなんですよね。ほほーんと思いながらまあ見てるんですけど、やっぱり私はちょっと2つのマウントを同時持ちはちょっと無理なんで、今さら戻ることはないんですけど、まあ、一方じゃあフルサイズないシリーズはどうかっていうところで、ちょっと前にですね、10日ぐらい前かな、 S5H とかいう、まあ、α7 っていうところの α7S3 みたいなやつの噂が掲載されまして、結構なんか、ま、マジネタっていうかですね、結構マニアックな記載がされていたって、なんかどうも信憑性高そうな、そんな感じなんですけど、まあ要するにその画素数を下げてより高感度耐性を高くしたっていう動画機ですね。で多分形は S5 そっくりになってっていうものなんですけど、あの S じゃねえ GH6-5 だから、まあ、かなりそのスローモーションとかクロップ耐性も、まあ、クロップ耐性じゃないな、クロップしないっていうね、 4K60p でクロップしないとかそういうの盛り込んでくるっぽいんですよね。巷ではまあそれもおっと思われてるらしいんですけど、やっぱり S シリーズ使ってる方は S1 の光景がやっぱ欲しいと思ってると思うんですよね。私もやっぱり 4K60p がちょっと使いづらいなっていうのがあったり、でデカ重すぎるとかいうのがあったりしてるんですけど、まあ、とりあえず S5H がなんか噂されてますと、まあ、それも結構まあ気にはなりますね。それもやっぱりあの私基本的にスチルと動画等を、場合によっては今 S5 と S1 の2台持ちなんですけど、いつどこでどれを使うかっていうのはもう流動的なんですよね、まあ、基本的に屋内ですけど、もう最近あの外に2台持ってくるっていうのは今日みたいに車載を撮ろうとかそういう時以外はあまりなくて、まあ、基本的には S5 で外は撮ってますと。でただ家に帰ってくるとそのやっぱり料理とかね、まあ、主に料理ですね、撮ってきたものを同定しつつ料理したり撮影したりってことやると、もう本当に状況によってどっち使うかってもうまちまちなんですよ。今ついてるレンズがとりあえずどっちだったかとかですね、これは自撮りだからバリアングルないときついなっていうような理由がない限りはもう手当たり次第手に取ったもので撮ってるって感じなんですよね。だから S5H 導入したとして、まあ、低画素で静止画撮ることになっちゃうじゃないですか。やっぱちょっとそれは避けたいので導入は多分なんかないでしょうね。1500万画素って言ってたかな、 α7S3 ほどは低くないんですけど、あれ確か1000ちょいとかですよね、1200とかで、 GH5S 前持ってたやつも高感度耐性高めたやつで、あれも1000万画素ぐらいだったかな、あれの静止画めちゃくちゃきつかったんで、まあでもとても S シリーズ楽しみですね。まあルミックスのことだから出ても年末とかかのかなという気がしてるんですけど、もうちょっとペースが早いとね、まあ、GH6 で着目した人が一応見送って、でもこの夏とかのタイミングで S の何かしらの動きがあったりするといいじゃないですか。でその後調子のいいレンズが出たりとかね、するとよりその皆さんの注目を集められるんで、ちなみにその S5H はまだコントラスト AF だっていうふうに書いてありましたね。そこも妙に信憑性高いなと思ったゆえんなんですけど、寝坊するとかってね、通勤ラッシュに巻き込まれちゃうのが良くないですよね。たまには札幌の割と市街地をお楽しみくださいという感じで、私はですね、あのマクロレンズ純正で出してほしいんですよね。先日あの導入したカミソリマクロはもう速攻で売っちゃいました。
然私の使い方には合わないんで、もう本当に AF ですね。 AF がうるさくて遅くてどうしようもない。でマニュアルフォーカスにしてもウィンウィンと音するんですよ。まあ当然っちゃ当然なんですけど、でまああのそういうマニアックなマニュアル、マクロレンズってめちゃくちゃのギア比が低いんですよね、フォーカスの。まあそれがいいっていうことらしいんですけど、でその上にあの105マクロってやつがあって、それはフォーカスもうちょっとマシらしいんですね。あのインナーフォーカスであんなにこうレンズが外に繰り出さないんで、まあ、他の普通のレンズと比べてちょっと遅いとはいえ、まあ、使えるレベルの AF だっていうことみたいなので、それに変えようかなとも思ったんですけど、もうしばらくハーフマクロでいいやっていうことで、最近あの F4 同士の24105をよく使ってたんですね、つい先日まで。で、まあ、フィールドワークで本格使用するのはこの春が初めてなので、まあ、何して S シリーズ S5 自体が去年の暮れに買いましたんで、で2460の、まあ、2060か、こいつのレンズについてはまあ、かろうじて1回昨年末にキノコ探しの終盤で試せるんですよね。で望遠、広角端だとかなり寄れるんだけど、逆に寄れすぎちゃって、フードとかの影が入っちゃうっていうのがちょっと悩みどころだったんですけど、じゃあ F4 はハーフマクロだし望遠側でどうじゃいと思って導入してたんですけど、まあ、なかなか良くてですね、まずあれだけズームが効くっていうのが私 そのメインチャンネルの最終形のやつだと効果に使えるんですね。第一キノコ発見とか言ってやってるじゃないですか、よく。ああいうのに使えるんですよ。でその肝心の望遠端にしてハーフマクロでキノコとか山菜に寄るっていうのをやってみたんですけど、なかなか良くてですね、まず静止画の写りがめちゃくちゃいいですね。で最近私もあの F8 固定で動画も静止画も割とそこを基軸に撮ることが結構多くなってきてて、やっぱりあのフルサイズボケすぎちゃうんでね。で今も実は確か F8 でやってた気がするな。まあ今昼間でね、そんなにトンネルとか多く走らないルートなんで F8 でやってたと思います。今日はそれのテストでもありますね。 S シリーズの純正のレンズってあんまりあのレンズ内の手ブレ補正が入ってるレンズって少ないんですよね、マイクロフォーサーズに比べて。で私が持ってるレンズの中で唯一レンズあのルミックス純正のものとしては唯一この24105がレンズ内手ブレ補正が効くんですよね。それもあって、まあ、手持ちで止めて撮る場合のビタ止まり具合っていうのがすごいんですよね。でただちょっと最近気になりだしたのが、動画でその望遠端で接写するとき、私よく上から下とか下から上にその被写体を舐めるんですよね。で舐めをするときにバリアングルをこうやって展開して、まあ、こんな感じにやるんですよ。このバリアングルの軸をもとにこの何ですかね、カメラをチルトさせるっていう、それをやるんですけど、それがやっぱり現地でやるとその上下動しながらあのうまく2つの動きをスムーズに同時にやるってことが難しいことが分かって、このチルト方向がカクつくんですよね。これは別にカメラが悪いわけじゃなくて私の動きやだからちょっと曖昧な感じになっちゃうとチルトの動きが曖昧になっちゃって、出来上がった映像がカクカクって違和感のある手ブレ補正みたいな感じになっちゃってて、なんだかなと思ってですね、前回あの、まあ、釣りをもともとしようと思っていた関係で
この20、60の方だけ持ってってたんですよね。最近私カメラバッグもなるべく持っていかないようにしていて、まあ、予備バッテリーと車の中にはフロアを置いてまして、で先ほど申し上げた売っちゃった70ミリマクロ、あれについてきたポーチがめちゃくちゃ良くて、そのポーチに24105とかもちゃんとレンズ入るんですよね。だから持ち運び用に望遠でどうしても動物撮りたい時に150、600持ち出した時にすぐ変えられるように腰にポーチをつけて24105とか入れておこうと思って、ポーチだけセットにして売らなかったんですよ、メルカリで。でもすぐ安めにしたんで売り手がついたんで、中に車用としてもうブロワー突っ込んでポーチしてあるんで、あれと予備バッテリーを持っていればまあいいかなということで、もう家に出る時、家から出る時にもうレンズ1本で決めちゃって出てるようにしてて、前回だから20-60で出て、こいつの場合は逆にワイド端で接写するんですよね。で結構寄れるんですよ。カタログスペックよりももうちょい寄れる感じがして、本当にもうフードの影が入っちゃうぐらいに寄れるんですけど、まあそれで撮ったらですね、まあなかなかやっぱり良くてですね、まあ当然ハーフマクロの24105よりは寄れないんですけど、ただその角つきがないん で若干のその魚眼効果みたいなものもわずかに感じさせつつ、なかなかこれいいなと思って、ね、だマニアックな寄りはできないんですけど、一般の方が見て、まあ、通常のちょっと寄った絵みたいなのがすげえ綺麗に撮れるなと思って、やっぱりこのレンズいいなっていうふうに再確認しました、ね、だから今日もまだテストですね。この20-60をテストすると、まあ、今日もちょっとキノコ狙いなんですけど、まあ、出会えたらいろいろ試してみて、パンとかですね、こういう動きも試してみて、まあ、最終的にどっちが接写はいいのかなっていうのを見極めていきたいと、そんな風に思ってます。まあ、とりあえず105マクロには手を出さないと、ね、緊縮財政にしていかないとね、生きていけないですね。あと一般的なところではキヤノンの EOS の RF マウントを搭載した廉価モデルが2つ一気に出て、なんか結構話題になってますよね。両方とも APS-C で10と7が出たんですけど、むしろ10の方がみんな集中してて、値段が安いっていうことと、手ブレ補正はついてないんですけど、なかなかいいんじゃないですかみたいなことをおっしゃってますよね。ただ RF マウントはレンズが高いらしいんで、まあミックスは S シリーズと同じですよね。それを下げたいんじゃないですか、キヤノンとしては。ゆくゆくは少なくとも今後出すレンズは価格設定低くできるようにバカ売れしてほしいと、多分そういうことだと思うんですよね。いや、なんか話してるから気づかないけど本当に渋滞してますね。早起きしないとダメだな。最近でももともと私朝型人間なんですけど、早起きできるようになってきましたね。だ今日はもう行くか行かないか自体も迷ってたので7時に起きちゃったんですけど、もう5時に平気で起きられるようになりましたね。はい、カメラ関係は以上かな。まあ、引き続きかなり楽しく S シリーズで、まあ、YouTube 活動なりインスタ活動なりさせていただいてますということですね。機材を意識せずに撮影できるというのが一番いいですよね、本当に。まあ、もちろん愛着持って使いづらいところも可愛がって使う方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱり私は基本的に活動記録なんで、何かをしつつ撮影するっていうベースですから、そういう意味では S シリーズの2台目じゃめちゃくちゃいいですね。登山も行きたいんですけどね、なかなか。今日もちょっとなんだ雨だと森行けねえな、じゃあ登山かなと思うんですけど、
雨だと登山の方がやばいですからね。で、じゃあ次はちょっと車関係いきましょうかね。車関係引き続きネタ少ないんですけど、ちょっと前にエスクードが、マイチェン、フルチェンなのかな、なんかあんまりスズキが売る気がないみたいで、やっぱり逆輸入車、ヨーロッパ生産なんで、玉数が少ないし、もともとなんか売る気がなさそうな感じなんですけど、実はかなり大きな変更をしましてですね、6速 AGS プラスストロングハイブリッドになったんですよ。めちゃくちゃ乗りたいなと思って、ね、で全然普通新型車出るとジャーナリストが一気に同時公開するじゃないですか、動画を。それもなんか試乗会やってないんですよね、多分。一部のディーラー関係の動画とか、なんかコネがあるのかなんだか知らないけど、1日借りて乗ったみたいな人の動画があるっぽくて、全然見てないんですけど、いや動画撮りてえなって思う久しぶりの鈴木車なんですけど、まあ、なかなかね、私はコネがないん で一応レンタカーとかカーシェアのサイトとか見てもあったんですけど、まあないですね。1台だけあったのが、2.4 リッターターボ のめちゃくちゃ古い、めちゃくちゃ燃費が悪いエスクード、まあ、今の方の大きなチェンジでいうと先代ですね。全然形が違った頃のやつが1台あったんですけど、日本の中では AGS は本当にもうオワコン化しちゃってるので、それも多分あるんじゃないかなと思うんですよね。引き続きジムニーが好調なんで、あれが売れれば売れるほど、カフェ方式っていう車企業としてのペナルティがどんどん高まっちゃうんですよね。だ同時に燃費がいい車も売っていかないと、どんどんその赤字になっちゃってますね。罰則金を払わなきゃいけないとか、なんか良くない企業ですみたいなレッテルを貼られちゃうらしいんですよ。本来であれば確かカタログ燃費 19.6 ぐらいなんで、スクードってあのサイズの SUV としてはかなりいいじゃないですか。本当は売れたいはずなんですけど、 AGS であることの整備性とか、過去のその日本の皆様の AGS 嫌い、まあ、そういったところを多分鑑みて、広告費を使いたくないんでしょうね。関係者の方、もし見てる方いらっしゃったら、私やりますんで、無償でやります。エスクードに関してはぜひご連絡お待ちしています。チャンネルの概要欄に連絡先、メールアドレス掲載しておりますので、ぜひお願いいたします。どういう仕上がりになるかという予測についてはですね、過去ハスラーこの車とアルトターバーレスっていう車のレビューをやってますので、その動画見ていただいてですね、あんな感じの作りでよろしければ、まあ、今はちょっと機材がもうちょっと良くなったんで、もう少しいい映像は撮れるとは思うんですけど、まあ、ぜひご連絡お待ちしております。前なんかハスラーの動画で、私のハスラー見せますみたいな企画やれたらいいなと思ったって言ったんですけど、まあ、全然その応募もなく、最近は仕方なくですね、インスタでやっぱり引き続きハスラー、突然現れるハスラーアカウントっていうのがずっと増え続けてまして、どんどんおすすめに出てるんですよ。で特徴としては、新しくハスラー買った方のハスラー専用アカウントなんですよ。で丁寧な人はちゃんと個人用とかってリンク貼ってあったりするんですけど、いい加減な人はなんか契約と納車の動画だけ上げて、それでもう落とさたないみたいなアカウントが山のようにあるっぽいんですよね。多分なんかキャンペーンやってんだと思うんですけど、そういう人で今も投稿続けてる人を片っ端からフォローするっていう、残念な行為をしてましてですね、まあ、ただそういうことやってると、なんかハスラーでちょうど今北海道に向かってなんか6泊の車中泊旅行をしますみたいな人が見つかったりとか、まあ、それはそれで、ああいいねってね、
今日もどこかですれ違うかもしれないとね、そういう楽しさはあるなと思ったりね。ということで、あの私のハスラーお見せします的なことに参加いただけなくてもいいので、なんかこうね、ちょっと近づきになれる北海道のハスラー乗りがいらっしゃいましたので、ぜひ、フォローなりコメントなり、DM なりをいただけますと喜びますので、よろしくお願いいたします。はい、ようやく道が好き始めましたけど、まあ、あの月形方面に向かってるっていうことで、ゴールデンカムイが完結しましたっていう話で今日は締めましょうか。まあ、ご存知の通り完結いたしまして、で太っ腹なことに、あのまだ単行本化されていないストーリーも含めて、なんか全話公開っていうのをヤングジャンプアプリかなんかでやってたんですよね。で私それを登録して最後まで読みました。見事に終わってました。方はかなりその単行本化するときに過筆修正を相当行う方らしくてですね、私はこれまで単行本の方でしか見たことがなかったんですけど、まあ、それを念頭に読んだりするとこんなにあっさり終わるのかって思って、かなり過筆されるんじゃねえかなっていう期待を持った人と人との関係性とかがあったんですけど、なんかその後のインタビューが最近公開されて、いや、あれはあれ以上描くつもりありませんとかね、スピンオフがあるとしたら白石ですとかね、まあ、そんなことは言われてました。マジっすかと思ってね、まあでも潔くていいなと思いましたね。あと最後にちょっと思い出したんで、カメラネタをちょっと追加ですね、アクションカメラのネタをちょっと追加したいんですけど、私は引き続き GoPro Hero 9でアクションカムはそれ1個だけで撮ってます。でマウントをどうすんべっていうのをずっと長らくの課題でございまして、まあ、ネックマウントすれば、まあ、ネックマウントプラスビキニスタビライザーというのを私開発して一時期使ってたんですけど、まあ、あの2セットがあれば、まあ、ほぼ万能なんですよね。だけれども、あの違和感があるとか、あとビキニスタビライザーがダサすぎるとかですね、要するにあの上下動がパカ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 しちゃうんですよ、ネックマウントだと。それに変わるものがないのかなってことをずっと模索してて、今のところはあのなるべくバックパックしようようにして、バックパックのショルダーマウント、ソニーのアクションカム用のマウントを持ってて、でそれを改造して最初はあそこに TG3 っていうオリンパスの防水の有名なカメラをつけて、最初あれで YouTube 活動してたんですけど、まあ、あのあとお蔵入りになって、その最近去年か一昨年に取り出してショルダーベルトマウントを GoPro 用に改造したして作ったんですよ。であれはなかなか良くて、何にでも使える、まあ、キノコ山菜の採集にも使えるし、釣りにも使えるし、まあ、一応自転車のライドシーンも撮れなくもないということなんですけど、ただちょっと最近、まあ、薄々感じていたデメリットというかですね、それが分かっちゃいまして、あのショルダーって、まあ、つける高さとかそのバックの癖にもよるんですけど、基本的にあの肩紐が前から見た時にハの字にこう開いちゃうんですよね。で開いちゃう結果、そのつけてる時はベルトと平行にしてつけちゃうと逆にこう傾いちゃう、左肩下がりみたいな感じにの画角になっちゃうんですよ。これはちょっと良くないなと思って、現地で調整しながら使うようにしてたんですけど、やっぱどうしてもそのショルダーベルトマウントとしては、まあ、平行方向に落ち着きたがるんだけど、そこからずらそうずらそうってやって、カットによってはめちゃくちゃ左傾いた映像になっちゃうみたいなのがあって、一昨日かな、ちょっと改造をしました。あの元々かしいだ状態で、右にかしいだ状態で、つけて
何も気にせず、まあ、ほぼ通常使いであれば、まあ、高さがずり下がってきたりしない限りはかなり平行を保てるんじゃないかなという形にマウント自体をちょっと改造して、でなおかつそこに下駄を一つ、下駄というか GoPro マウントをの小さいやつがあるんですね。それを一個はますことによって、体からちょっと離させることによって自転車に乗るときにカメラを前に倒せるような、上に向かせられるようにちょっと工夫をしてみまして、で今日はちょっと自転車乗れないんですけど、まあ、その改造した後の初めての使用ということもあって、まあ、雨の中ちょっとこうやって出てきてるということですね。まあ、最終系の動画ではほとんど気にならないですけどね。まあ、でもそのちょっと効果を試してみたいなというふうに思っております。はい、ということで思いついたネタはだいたい話し切りましたので、今日はこの辺にしたいと思います。ぜひチャンネル登録、高評価、まあ、コラボ、リクエストとかですね、内容のリクエストいろいろ受け付けておりますので、ぜひ送信お願いいたします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。